さあ始まりました今週も。ヘイ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 。今日はね、ユニフォームでやらせてもらってますけど、ユニフォームというか練習着な、ヒデカに関してはでございますけどもね。頑張る皆さんこんにちは。こんにちは。スターティングメンバーです。うん、はい、今日はですね、私の、つい昨日ありました、はい、腹立つ話をちょっと2時間ほど話した。2時間もするん話したい。終わる終わる。2時間ね。30分で終わるからね。30分でね、うん、なんですけれども、まあ昨日ね、私、早朝のアルバイトをしてまして、うんうん、お昼頃に終わったんですよね、うんうん、で、同じアルバイト一緒やった同期の男芸人の子がおって、一緒にご飯行こうやみたいな、うん、で、あ、全然いいよっつって、うん、ご飯屋に入ったわけですよ、うん。で、あのお昼なんで、まあ、定食がありまして、うん、でパッてメニューを見ると、あのハッピーアワー、うんうん、で開店から4時まで、あ、マリアンよく安いお酒の、うん、ハイボール90円とか、うん、でそこに、チューハイが199円、まあ、200円ね、うん、あったんで、まあ、せっかくやし飲もうかってなったんで、うんうん、昼からうん、一杯だけね、うんうん、で、まあ、1000円ぐらいの定食と、うん、その200円のハッピーアワーの、うん、サワーを頼みました。チャラいな、うん、ほんで私トイレ行ってたんですね、その注文した後ね、うん、で戻ってきたら、うん、同期の男芸人と、うん、机の真ん中に枝豆があったんですよ、うん、なんやこれはと、うん、え、頼んだんって言ったら、うん、いや、なんか突き出しみたいな、あ、うん、で、これあの定食じゃなかった、うん、ただの飲み屋さんやってで、うん、突き出してるの分かるんですよ、うん、居酒屋やったらね、うん、昼間のハッピーアワーでなんで突き出してくんねんと思いましてね、うん、メニューにも一番ムカついたのがメニュー書いてないんですよ。あ、うん、ハッピーアワー199円だけ、うんうん、で店員さんにすいませんっつって、うん、あのこれ突き出しですか、うん、そうです、ごめんなさい、ちょっと定食なんで、うん、あの突き出し大丈夫ですって言ったら聞いてきます、うん、言うて、ほんなら店員さんが帰ってきて言った人、あの店長に多分聞いてきて、うん、帰ってきた一言が、あのハッピーアワー199円を何杯でも飲んでいいんですけど、うん、突き出しはつけさせてもらいますと、はい、なるほどね、なめんなよといや、これがさ1000円の定食頼まんとさ、うん、ハッピーアワーだけやったらそりゃさ、あ、店側もあれやけど、はいはいはい、こっちとら1000円の定食頼んどいてさ、うん、200円のハッピーアワーで、うん、でそれでもううちも飲食経験あるからもうめんどくさいし、うん、あ、もう分かりました大丈夫です、うん、言うて、まあ、まあ飲んどってん、うん、で枝豆も食べて、うん、でごちそうさまでしたってお会計見たら、うん、こんな、あ、ラジオの人ごめんなさいね、うん、もうほんまちょっとぐらいの枝豆で、うん、何分やと思う、枝豆300円ぐらい、え、そう、2人で2人で、うん、600円とか700円、高っ、やばない、やばないですか皆さん、これナンバーのやり方ですよこれ700円プラスか、だから結局、うん、1000円の定食、うん、200円のチューハイ、うん、700円の突き出しで2000円いかれてんのよ、そしたらなるほどな、どういうことみたいな、枝豆かな、まあ2人で700円なんで、まあ、350円ですけど、うん、結局チューハイより高いやないかいってなれへん、あー、そうやな、うん、飲みだけやったら分かるけど、定食屋で昼間から、なるほどな、どう、どうですか、なるほどな、いや、まあ確かにメニューに書いてたらこっちのミスやからあれやけど、ほんまに書いてなかった、書いてませんでした、うん、うん、でハッピーアワー何杯飲んでもいいとかも書いてないし、うん、あ、そうなんや、そんなもん、それはなんかあれやな、そうだからさ、こっちからしたらそのさ、もう出されたものやから返されへんやんか、うん、まあな、申し訳ないしさ、気持ちもわかるけど、それやったら初めに言うといてくれとどんまい、いや、どんまいちゃよいや、ほんまにどんまいやな、だからこういうのは気をつけなあかんのですけど、どうですか実際、もしじゃあさっき言った友達とそういう場面あったら、うん、いやー、どうやろうな、で定食とチューハイ一杯飲もうっていう思考にならんかな、まず、まあ、それはまあ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 、まあ、それになる人が数少ないから、その事件会う人少ないんじゃない、まあ少ないとして、うん、でもまあそういう場面があったとしてよ、自分がね、仕事終わりに昼間、うんうん、安いから飲もうっていうちょっとのどろをすためにね、うん、どう、どう、まあまあまあ、観点はそこじゃなくてその値段の問題よ、説明、ね、不足と値段と、ああ、いや、うん、悲しくなるよね、うん、いや、もううん、でもまあまあまあ、でも、あ、自分の確認不足やったんかなっていうか、そのなんか怒られへんやん、なんていうんやろ、その別に店員さんに当たることもさ別にせんしさ、うん、あ、なんか損したなってなる、もうそこで収められる、収めるしかなくない、そうよね、もうそうなんよ、うん、いや、そうやな、泣き寝入りするしかないってことやろ、うん、じゃあなんかもう無理やね、うん、しゃあない、だからどっちが悪いっていうか、向こうが悪いよ絶対それは知らん、それは知らん、買いとけよ、でも似たようなことあったで、私ユニクロでなんかペイペイがさ、なんかこう
何パー還元みたいな、はいはいはい、そういうなんか感謝祭みたいなやってた時に、はい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 、なんか、うん、まあこっちが悪いんだけど、そのペイペイ使えると思って行ったユニクロがペイペイ使えへんかったっていう、その、うん、え、確認不足、そう確認不足やねん多分。だからそのそういうことあんねん。あ、だからさ得して勝ったつもりやのに、うん、そうそうそう損したみたいな。え、結局でもそれはさ、うん、やっぱやめときますできんかったん、ご飯じゃないやん、服やから、うんうん、え、でもなんかもうここまで来たんならええやみたいな。それはうちやったら断るわ、うん、あ、なんかご飯、ご飯やったらしゃあないけど、うん、で、サトリは結構買ったってことね。買った、なんぼ損した、え、忘れた、もう結構で5000円ぐらい買ったもん。めっちゃ買ってるやん、うん、だってそんな服2、3着買ったらそんぐらいいくやん。まあ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 、うん、一気にいったやな。なるほどね。で、ペイペイな、うん、還元できず結局現金でそのまま払って終わりみたいな、うん、なんかそうやった。なんかまあそんな最近の話じゃないからあれやけど、あ、うん、あの、あのすごい損した気分になるよな、ほんまに。損っていうか別に損じゃないんやけど、うん、なんか損した気分になる。いや損やろ、だってさ、うん、ペイペイの還元は別に損じゃなくない、もともとだって現金で払うもんやってるから。いやだってさ、だって1000円で買えると思っとったら2000円で買わなあかんくなったってことやで、還元されへんくなったってことや。そんな還元されるん、そこはまあ大げさに言ったけど、まあ、20% とかやから、うん、だから大きいな、うん、だから5000円買ったらそれだけ増えていくわけやんか。うん、還元されるからと思って買うやん、ヒートテックとか、そういうのって、はい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 、還元されへんのやったら買わへんやん、うんうんうん、だから損した気分になるやん。わかるね、うん、それは、まあ、それと一緒やん、ご飯屋さんももっと安くなると思ってたんやろ、だからそれと一緒やろ、安くなるというか200円だけと思ってた、うんうん、だからもう安く終わると思ってたけど、プラスアルファイラン出費をしてしまったっていう、その腹立つ感じやろ、うん、そうですね。なんでちょっと丹波で飲食店されてる方えそういうことは気をつける、プラス、まあ、どう、まあ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 買いといてほしいな。か、わからん、うん、うちのちょっと意地悪な心で言うと、うん、もう後ずさりできひんから、うん、言ったのかもしれない、その店員さん、店長さんは。ああ。意味わかる、うん、例えばバイトさんが間違えて頼み出してしもって、うんうん、後ずさりできひんから。できるやろ、さすがにそれは。か。間違えないんやったらできるやろ。いや、わからんけど、うん、だからうちらがもしさ、やからとかやったらさ、うんうん、多分下げてたのに、あ、わかりました、すいません、みたいな。らしいなしでみたいな、けどうちらがちょっとヘコヘコって、うん、うちがこんなんやから、うん、多分つけられたんかなとかちょっと思っちゃったり。あ、そうなん、負けたん、その男性は何もしてくれへんかったん、同期は、うん、まあマジかみたいな感じやったから。あ、そうそう、でもその700円にはびっくりしてたえ、枝豆2つ、1つよ、1つなんや、高ない、2人分の枝豆、違うわ、1つのちっちゃい皿に、あれすごい高いな、それは高いわ、うん、いや、いややわ、それは。二つ出てきたり、ちょっといいね、うん、お惣菜じゃないけど、出てきたら、まあ、しゃあない感じだけど、うん、ただの生豆が、ポン出てきたわけ。はい、お疲れ様でした、本当に。お疲れ様でした。そんな話ですよ。そうなんや。はい、いや、まあ、そんな話もあるんだけど、うん、今日は、あの、二人のさ、はいはい、まあ、ちょっと気分を変えて、気分変えて、うん、最近のマイブームの話をしようじゃないかと。マイブームね。マイブーム。何かあったら絶対出る話題やな。マイブームなんかあるみたいな。友達との。あるって出るこんな。ハマってることあるみたいな。友達との会話で困ったら出てくる。ベスト3ぐらい。ああ、おもろ。でも面白いよね。その人によってちゃうからさ。うん、そう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 。はい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 。何か。で、私からいこうか。ああ、どうぞ、うん。私のマイブームは、うん、トランポリン。おお、え、トランポリン、うん、どこでやってんの、家でトランポリンやってる今。苦情、まあ一軒やから小屋んか。うんうん。いやっていうのも、あのバイト先の人が、うん、あのトランポリンをそのコロナ期間中に買って、うん、ダイエットとか運動したいからって言って、うん、もジムも行かれへんし、まあ、そうやな。で買ってなんか良かったと、うん、一人用のジャンピングするやつな。ちっちゃいやつね。でも今もうコロナ収まってではないけど、まあちょっと緩くなってきてジムに行けるようになったから、はいはいはい、そのトランポリン別にいらんわみたいな言っとって、うん、え、じゃあ貸してくださいよみたいな言ったら、うん、あ、全然ええでってなって、うん、今はその一人用のトランポリンを借りてんねやんか、はい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 、で、そのさ、走りに行くとかもさ、私もちょっと運動不足やから運動したいなと思って、うん、外走るとか考えんねんけど、まあモチベーション上がらへんやんか、まあね、でも室内でできるトランポリンめっちゃいい。おお、じゃあ結局サトリは継続してるんや、そのトランポリン。そうやな、今1週間2週間ぐらいかな。ちゃんとやってる毎日。あのな、最初4日ぐらいやって、うん、あの YouTube で出てくるんやんか、そのトランポリン
とエクササイズみたいな、はいはいはい、それ見ながらやって、最初楽しいな楽しいなってやっとってんけど、腰痛になって、あら大丈夫、うん、なんかなる、なんか多分飛び方が下手くそな人ってなんねんけど、なんか腰痛になって、やばいやばい、うん、で1日2日ちょっと休憩して、でも最近また再開してる、うん、結局あれって全身運動なんかな、そうそう全身運動だね、だから、うん、その効率よくカロリーを消費できるらしい、うん、結果には出てるの、その数字的なもの、ああでも今はちょっと本気でダイエットしようと思って、うん、食事制限も若干してるから、うん、まあ多少なりちょっとずつ結果は出てる、体ちょっと軽なったりとか、いや体重的に、うんそうそうそう、数値的に変わってきてるから、まあ、トランポリンが全てじゃないし、食事制限とかも含めてやけど、うん、まあ数値には出てきてるから、まあまあまあ良かったかなみたいな、飽きひんトランポリン、楽しいで、トランポリン飛んだことある、あるかな、スポッチャとかなんか、うん、ちょっとあると思うねんけど、うん、同じ動作をできひんから、うちは、うん、縄跳びもそうやん、結局飛んで飛んで、うん、だからそれと一緒なんかなと思うと、うん、飛び方がいっぱいある、そのケンケンとか、うん、なんかクランチとかなんかそのいろいろあるから、うん、で別に YouTube 見ながらやったらさ、 YouTube のさ、うん、その美しい先生がさ引っ張ってくれるわけやんか、うん、あると、うん、なんか飽きひんし、うん、で音楽とかも流れてるし、うん、いいよ、でかいな、その YouTube 見ながらっていうのは、友達とるじゃないけど、うん、そのリードしてくれるわけやろ、先生がこう、うん、音楽流れてさ、足開いて閉じて開いて閉じてってあんねんけど、空中で閉じて、えどういうこと、開いて飛んで閉じて飛んで、うん、開いて飛んで、それめっちゃいい、そのやっぱね、あのなんかただただ足の開閉してるだけやけど、あの内転筋めっちゃ使うね、なんかトランポリンやったら、うんうんうん、めっちゃいいね、ほんまにあのトランポリンいいと思います、タマの皆さんおすすめ、でもね、どこで買うんやろな、トランポリン、トランポリンネットで買ったって言ってたな、組み立てるんかな、組み立てて結構ちょっと重たいわ、うんうんうん、けどあの全然響かへんし、うん、いい、マジでその天井が高ければ飛べる、そのトランポリン置く場所さえあれば、場所がないもんな、だってまあけどどうなんやろ、結構マンションの人とか難しいな、じゃあどんどんしなって言われるから、どんどんせえへんで、なんか吸収してくれるけどな、そのトランポリンが、トランポリンのその足の部分みたいなうん、足結構あるし、うん、まあまあ2階でやったことはないけど、うん、あのカーペットの上でやってるからあれやけど、結構いい、ほんま5000円ぐらいで売ってるから、結構いいと思います、トランポリン、おすすめです、おすすめです、はい、はい、ということでちょっと1曲挟みますか、はい、挟みましょうか、私言っていいですか、うん、あなたが言いますか、はい、今日の曲は恋愛したい気分なんで、え急やなゆいさんでチェリーです、どうぞどうぞ、はい、後半戦です、ピピー笛鳴った後半戦と呼んでますけども、うん、前半はね、さとりちゃんのマイブーム、うん、トランポリンでしたけど、はいはいはい、後半戦はひでかのマイブーム聞いていこうか、マイブームね、私いっぱいございまして、そんなあるマイブームってもうマイブームか習慣か分からへんのですけれども、うん、最近まず一つ目は、うん、おなじみスキンケアブームなそれ、はい、マイブーム、スキンケア、うん、で、小顔マッサージ、おうおうおう、でストレッチ、おはい、これですね、まあ、これ美意識高いな、美意識高めの行かせてもらってるんですけども、まあ、これが最近習慣化できたんで自分の中で嬉しい課題クリアやね、なるほど、まあ、当たり前になってきたから、うん、水を飲むとかね、前のやったけど習慣になってきてて、うんうん、さらに今、始め出したのが、うん、ちょっと古いんですけども、うん、ハンドクラップダンス、あしてる、てん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 やって、あの、うん、韓国かどっかの、ね、YouTuber さんが痩せれる、うん、2週間でなんか7キロぐらい痩せたとか、あーなんか見たこと聞いたことはあるかも、めっちゃ流行ってたんやけど、うん、それをね最近こう友達から勧められまして、うんうんうん、最近はそのハンドクラップダンスにハマっております、ハマるんやあれってハマりますよ、あのね、昨日やったんですけども、あの長ズボンにちょっと長袖着てんけど、うん、汗びっしゃびしゃ、いや、かくやろな、さっと言うのがそのトランポリンじゃないけど、うん、やっぱジャンプっていいな、いいねんな、あの全身運動ジャンプいいな、ね、そうなんですよ、だから結局ランニングも多分ジャンプしてるんかな、なんか分からんけど、うん、上下運動があるやん、うんうんうん、でダンスもそう、基本こういうステップ踏んで、うん、パンパンってみたいなんやけど、うん、やっぱ汗かくよねそう、めっちゃ激しいってことそれだ、うん、はげ、うん、いや、でも、うん、激しくない。なんか、普通。それで7キロとか、まあ、痩せれるの？その友達は、2週間で、うん、7キロって言ってた。うん、でも、3… アンドロイドの岡島？岡島くんが、うん、はい、ほんまか嘘かわかんないけど、うん、2週間と今、5日間続けてるらしくて、うん、
7キロ痩せたっつって、でも痩せとったよ昨日、うん、この間おったらさ。でもさ30分同じ動作やねほぼほぼ。そうなん。3分のダンスをかける10っていうそういう長期のやつがビデオがあってやってるんですけど、うん、昨日そう、それをやってちょっと痩せようっていう。それは最近始めたの？昨日始めました。昨日かい。それマイブームじゃなくね。マイブームになんのよ。ブームになんのか。はい、でもう一個マイブーム聞いて。何？ダンス。一緒やん。いや、ハンドクラップはうちはトランポリンと同じ、うん、運動として捉えてんねん。エクササイズ、汗流しの、うん、いやダンスは楽しい、うん、あ、そうなんや。から趣味の範囲でやってて。へえ、ダンスできるタイプやっけ？できないから今練習してんのよ、うん、あ、そうなん、まあ、運動兼リズム感鍛えたい、うん、あとはもうストレス発散。うん、そうそう、うち結構ダンスとか音楽好きやからもう下手やけど、いいやん、そう、うん、楽しみながらなんか踊ってみたいな。へ、なんかさ、やっぱ体育の先生やったか分かると思うけどさ、うん、できるようになったら嬉しくなれへん。まず自分自身がさ、まず練習せなあかんやん、うん、あ、まあね、何にしろさ、うん、嬉しない？嬉しい、嬉しいやろ。なんかそれそれ、分かる分かる。体育の先生ってかその部活やってたら分かるやろそれは。ああ部活、そうやな、なんかちょっと違うね、うん、部活はさなんか気合いって感じやけどさ、うん、なんかそういうのやろ、例えば体育で次なんかこれ教えなあかん時とかって、うん、まず先生がやんねやろ、ああいうのって。ああ、まあね、そうそうそう、新しいことに挑戦するみたいな、うん、バク転とか、なんかそういう楽しさがあって。いや、まあ確かに分かるわ。やろ、まあそれはまああれやな、運動もそうやし、なんか普通に人生においてもなんか新しいことできるようになったら嬉しいしな、うん、でちょっと休んでたマイブームがまた来たブームがあって。めっちゃあるな、めっちゃあるね、ブームが、うん、あの読書。ああ、はい、ちょっとごめんなさい、サボってたんですけど、最近また始めまして、うんうん、相変わらずあの芸人さんの本ばっか読んでるんですけど。あ、でもすごいやん、えらい、えらい、えらいやん。そうそうそう、だからなんかきっかけがそう、友達が本貸してくれて、うん、読んでたら、うん、やっぱ本っていいなって。へえ、 なんかね、なんか内容が面白いっていう楽しさもあんねんけど、なんか最近は頭を、脳みそを動かしてくれてんのは本やなって気づいて。なるほどなるほど。ちょっとヒデが大人になったみたいな。あー、いいやん、本確かにいいな。読んでる最近？いや最近読んでなくて、で YouTube 見てて、その、うん、中田敦彦さんのさ YouTube 大学あるやんか、はい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 、あれでなんか本はが僕の人生を変えましたみたいな、うん、そのなんか1週間に3冊読んでてみたいな、なんかその、やっぱ本でしか学べないことっていうか、本読むとやっぱ世界が広がるっていうから、うん、マジ読まなあかんなってずっと思い続けて今に至る。そうなんですよ、だからもちろん今の時代ね、うん、YouTube とかね、ラジオとかいろいろありますけど、うん、結局本って自分で目で見て頭動かしてくれてるから、うん、やっぱ本っていいなって改めてこう気づいたっていうか。わかるわ、本読まなあかんわ。そんでね、やっぱね、本もね、筋トレと同じやねんな。なんかわかる、その、うん、サボった分だけ、うん、脳みそ衰えていくし、うん、腰が重たいね。あー、読まんくなんの？そう、読まんくなんのよ、結局。今ハマりだしたからまた読んでるけど、うん、やっぱ自分がこう、体を起き上げて意識的に読んだり筋トレせんと、うん、無理なぐらいちょっと体力使うっていうか。そうなんや。結構しんどいな。だから、あ、でも結構、でもそんだけしんどいけどちゃんと やってんねんな。うん、そうやな、だから絶対寝る前っていうか、うん、1日必ずもう1行でもいいからこの開くっていう習慣づけ、うん、マイブームを習慣にしようかなって今。へえ、いいやん。そうそう、思ってたりとか。それはいつから始めてんの？昨日。え、そう、だから全部バラすやん、マイブーム全部バラしようで今日。悩みよう。いや、なんかさ、そめっちゃ違うじゃん、もう結構何ヶ月もちょっとやってますみたいなさ、うん、言い方するからさ。待ってよ、だからさ、どれぐらいやってんのかなと思ってさ。丹波の人を騙せたい、今まで。無理やん、全部バラすやん。全部昨日から始める。まあ、昨日は嘘やけど、まあそう、このね、1週間ぐらいですかね、本借り、友達に借りれて、昨日のようなもんやな、昨日のようなもんなんですけれども、うん、やっぱ腰が重たくなるんでね、筋トレとか読書っていうのは。あとなんかある、あるあるって、あの、あの話詰め込むもんね、いつも前半に。そうですね、私たち全然あの考えずにぶわー喋ってるけど、マイブームじゃないけど、うん、やっぱうちが好きやなって感じるのは掃除やな、うん、もうマイブームやな。あー、なるほど、うん、ブームっていうかもう掃除、まあ、まあ習慣やな、そういう習慣になったんですけど。あ、でも私も、うん、あのマイブームっていうか、うん、趣味はそのクラウドファンディングのリターンを見ること。ちょっと待って、どういうこと？リターン？
クラウドファンディングのリターンを見ること。人のその、うん、何をしてるのかなみたいなってこと。そうそうそう、まあクラウドファンディングっていうさ、まあ、お金を集めるあるやん。はいはい、クラファンね。クラファンあるんですけど、なんかそれの例えばさ、その100万集めたいですっていう目標金額で、うん、その3000円、はい、3000円一口3000円のやつとか5000円のやつとか1万円のやつとかあるやんか。ありますあります。あれってさ出したら、うん、そのリターンもらえんねん。3000円出した人にはそのありがとうっていうメールが来ますよとか、まあ、ステッカーとかグッズとかそうそうチケットね。それのそのリターンを見ることにハマってる。自分が課金するわけではなく、うん、見るのが好きってこと。そうやん、なんかいつかするってなった時に、うん、あの勉強になるやん。まあまあそうやな、選択肢ってこんなんねや、うん、みたいな。そうそう、だからどんなんかな。でいつそのなんか、うん、成功するクラウドファンディングっていう本があんねんけど、本、うん、本、あ、それは最近、最近じゃないな、でも結構前やけど読んだ一番最近の本やな、うん、でも結構前やけど。なんかあった最近その面白いリターンの方とか。あ、リターンっていうかその勉強になる。そのなんか T シャツとかやってる人はマジでアホみたいな、うん、やめときよとかね。そのコップとかだったらその大きいからさ送料かかるから無駄にお金かかるから意味ないよねみたいなとか、その基本的なことかもしれへんけど、あの読まないとわからへんし学ばないとわからへんことってめっちゃあって、うん、でそういう知識をめっちゃ詰め込んだ上でそのいろんな人のクラウドファンディングを見て、うん、あこれ成功するなとかこれあかんなとか自分で判断するのが趣味。サトエリはなんかなかったその見ててそのこれ賢いなとかいうそういうの。あこれやお金ないけどこれリターン欲しいみたいな。いやでも、うん、あの思ってそれこそキングコングの西野さんが開発したのちょっと分からんけど、レターポット。ああ分かる分かる。レターポットその文字読んでんな。そうそうそう、なんか感謝状のまあ文字みたいな、はいはいはい、例えば友達が誕生日だったらお誕生日おめでとうっていうそのレターを送るとそのお誕生日おめでとうの文字の分だけお金になる、うん、1文字100円とかね。ああなるほど、うん、でそれやったらさその物じゃないし、うん、でも現金直接渡すより受け取りやすい。そうやね、なんか現金だけやったら生々しいけど、うん、文字やったら、うん、心気持ちもこもってる。そう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 。でやっぱそれでなんかいいことしか書かへんくなるらしいな、そのお金やから。あー、なるほど。自分が書くときに相手にお金を渡してるんだとほぼ一緒やから、なんかいいことしか書かないし、自然と、うん、そう相手に思いやりがある人だったら文字もちょっと多くなるみたいな。うーん、だからその悪口を考えない、何回も言ってるわ悪口考えない、うん、それが減るし、なんかすごいいいみたいな言っとって、うん、でも確かにみたいな、その物をさもらってさ、なんか捨てるか捨てへんかみたいな迷う時とかあるやん、その、うん、あもうやっぱいらんしって思うことがなくなるから、レターポットめっちゃいいやんと思って。あ、ね、なるほどね、うん、それはちょっと勉強にもなりますし楽しいっていう感じ、うん、めっちゃおもろいなって思って、あ天才的やなって思った、その時は。なんか私もなんか人にタンプレあげるときとかレターポットめっちゃいいなと思う。あー確かに、現金もらえるもんな、うん、そんな感じで現金もらえる、現金を渡せる、使い道 100% のものを渡せるから、あ、はいはいはい、いいなって思って。なるほどね、ちょっとマイブームからずれた話してもいい、うん、そのずれんのリターンを見るっていう趣味の話からね、うんうん、私の友達の趣味の話なんですけども、うん、例えばさっきあのクラファンの人の、リターンを見るのが好きって言ってたやん、うん、うちの友達の趣味が、うん、Uber Eats の商品を見るっていう趣味あんねん、うん、あーあーなるほどな。なんかさ、サトリのクラファンの話やったら、うん、こんなあんねんやって知識になるけど、うん、Uber Eats に関してはお腹すくやん、頼めよってなってる日が何してるってパッと聞いたみたいなさ、うん、Uber の見てんの、うん、頼むかなと思ったら、うん、見てるだけで頼めやってなって。いやでも分かるんちゃうそれは。いや分かる、どういうこと。えでもさ、だってさガストとか行ってさ、なんかメニュー頼んだ後にメニュー見たりするやん、それメニュー見ようみたいな。まあまあ見るよ、見るって何があるかなって思うだけ。おう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 、それと一緒やけど、それは暇つぶしじゃないけど、うん、自分の注文が来るわけよ後ほどね、うんうん、ガスト行って。でも Uber Eats さんは頼まへんねん、うん、その子。でもその後日頼むかもしれんやん。いやそうやけどなんか嫌やねんな。なんでなん、なんでなん。頼む時に頼んだらええやん、頼みたい時に。でもその時に時間かかるやん、うんうん、まあ まあ、その子がその明後日頼むためのやつを見てるかは分からんけど、うん、でも知識が入るわけやん絶対に。なるほど、ね、それが損にはならへんのじゃん。あ多分な、そのサトエリとかその子は多分ね、細いんよ、食べへんのよ。だからね、あのね、多分私思考はね、うん、もうお腹が少ない、見てるだけで喜びが止まらなくなるから、そう頼んじゃうっていう。
あみんなよってなるよ。そうだからみんなよってなるし、うちにもチラッと見えてる腹変ねんやめろって。そう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 。今からご飯行こう頼もうで見てると分かるけど、うんうん、暇つぶしかのように見てるから。なるほど、ね、羨ましいよね。逆に妄想似てるけどさ、そのさ、うん、あの暇つぶしかのように服見てる人おるやん。うん、あのそれは許せんの？あ、それはむしろしてる。いや、それと一緒やん感覚的には。買わへんよ。買わへんよ、うん、買わへんけど見るやん。あー、それはクラファレに近いんちゃう？知識入れたいから、おしゃれだから。じゃあ Uber Eats の中にもう何のものが入ってるか知識入れたいやん。あーね、選択肢としてね。面白いですね、人のこうね、価値観というものは。だから一緒やね、服見るんと一緒やと思うわ。それは服もリターンも Uber も全部一緒、うん、もう見て学んで、まあ、学ぼうってか、その、あの、あれやろ、リターンは、うん、あの学ぶかもしれへんけど、服とかその、まあ、ご飯に関してはそれはあれじゃ、ストレス発散というか、好きやから見てるよ。服は学べる。なんでかって言ったら、うちおしゃれじゃないやん、うん、ダサいやん。でもそれを見ることによってこの色使いができるんやとか、うん、このデニムにはこれが合うんやっていう。あ、なるほどね。そうそうそう、知識。ああ、まあ、ってなるとちょっと違うな。ってなるとウーバーは違うわ。そうでしょ、うん、ウーバーは。なんだ、話やねん、今日。まあ、いや、確かに、おるな。うんうん。まあ、そんな感じで、今日は終わりたいと思います。す皆さんの趣味あればコメントください。それではまた来週。はい、バイバーイ。